だらぎですはい今日はですね、えー、iOST について、えー、解説と今後の iOST の位置づけっていうところを、えー、解説したいと思いますはい iOST、えー、皆さん皆さん知ってますかねはい今日本の取引所だったらコインチェックで取引できるんですけどまあ、コインチェックはね 相変わらず、えー、まぁ、あ、板取引ではなくて、販売所での取引なんで、まあ、手数料は高いんですけども、まあ、でも、それであっても、えー、かなり将来性のある通貨だと思っております。えー、ざっとね、えー、まあ、ネット上に書いてある簡単なまず説明をしていきたいと思います。iOST は、クレジットカードと同様の処理能力を持ったブロックチェーン技術を活用し、 さまざまなサービスで利用できるようにすることを目指しています。独自のコンセンサス、えー、アルゴリズムにより、えー、公平かつ高速なスケーラビリティ、より要は、えー、処理能力と非中央集権型が実現されており、非常に将来性のある活動通貨ですというところです。はい。<coughs> まあね、えーまあ、ざっと、ざっと言うと、 今、えー、仮想通貨の、えーまあ、<coughs> 日本柱と言ったらいいのかしら。<laughs> えーえー、ビットコインとイーサリアムがもう独断上で、ねえー、価値を上げてると思うんですけど、将来性もあると言われてると思いますし、でアメリカなんかも、えー、唯一ビットコインとイーサリアムだけは通貨として認めているんですよね。はい、<coughs> という中で、 えー、この iOST の、まあ、これ技術面だとかそういうものを含めて考えると、えー、イーサリアムのいいところとビットコインのいいところを、えー、両方持ち合わせた、えー、通貨だといいとこ取りの通貨なんですよで、えーまあ、何がいいとこ取りなのかっていうところを説明したいんですけど ビットコインっていうのは何がいいのかっていうと、まあ、もちろんね、えー、まあ、欠点があるわけですよ。まあもちろん最初にできた仮想通貨っていうことで、えー、認知度が高くて、信頼性がね、えー、まあ、高くなってるのがビットコインだと思ってます。だけど、まあ、えー、技術面で言うと、やっぱり送金スピードが遅いだとか、えー、まあね、<coughs> こういう、えー、ストレージ的なコストがね、えー、重んでしまうみたいな感じで、えー、結構、あのー、機能面で言うと他の仮想通貨に比べて劣ってる部分がまあまああるんですよ。はい。あの、手数料が高くなるとかね。まあ普通のね、銀行同士の送金と比べればビットコインは、まあ、ものすごく優秀だと思うんですけど、えー、仮想通貨の中では、えー、処理速度が遅い方の になるんですよね、ビットコインは。で、そういった意味で言うと、iOST ていうのはめちゃめちゃ速、えー、い、えー、速度で、えー、送金をすることができると。はい、<coughs> っていうことですね。はい、<coughs> で、さらに、えー、ブロック集、えー、修正権を行える確率が高くなります。 これは、えー、もともと高い機能を持ち合わせてるんだけれども、えー、<laughs> さらに、さらに強い、えーまあ、高速な、ねえー、処理速度をあのアップしていくっていう、将来的に、ね、アップしていける見込みがある、えー、作りになっているっていうところですね。<laughs> そしてさらに言うと、えーまあ、今ね、価格も安くて。 どん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 成長する見込みがめちゃめちゃありますよっていうところです。はい、これがビットコインの欠点を補っているところ、でこの次はイーサリアムなんですけど、イーサリアム、えー、の、えー、欠点なんですけど、イーサリアムってそもそもどういう通貨なのかっていうと、イーサリアムっていうネットワークの中でホームページを作ったり、アプリを開発したり、まあ、いろんなことができるんですよ、ESA。 ね <laughs> まあ、ガスコインとも言われています、そのイーサリアムを使って、それを使ってからいろんなゲームを作ったりだとか、いろんなことをできるわけですよ。で、その作る上で、まあ、結構コストが高かったりするんですよ。イーサリアムってものすごく、えー、1回の送金とかで、ねえー、例えば3000円とかなる、まあ、そ,のその都度変わるらしいんですけど、高いときは何千円ってするときはあるらしいんですよね。で えー、例えばプログラミングを、えー、イーサリアムでしようと思ったときに、えー、言語って分かりますかね、えー、プログラミングっていろんな種類があってどういう言語で作っていくかっていうふうにその選択肢があるんですよただその言語によっては難しかったりやりにくかったり、えーまあ、いろんなね特徴があるんですけど まあ僕もねめちゃめちゃ詳しいわけではないんですけれども、イーサリアムっていうのは、その言語、イーサリアムで使っているその言語というのは、参入するにはハードルが高いっていう点が、懸念材料として挙げられていると。だけども、IOST の場合は Java 版といって、開発への障害が少なく、スマートコントラスト活用がより活性化する期待が高いと。 いう,ふうに言われておりますだから今、先行してイーサリアムだったりビットコインが、えーまあね、今、前に出てるけれども、えー、両方の、ね、い,い,ところいいところを、えー、取り揃えて、しかも、えー、使いやすい、えー、状態にあるよということですね。でも、どうしてもやっぱり、ね、先行で出てきたものっていうのは強いわけですよ、歴史もあるし。 信頼度っていうのは、やっぱ歴史っていうのは、それだけ、えー、信頼にもつながってくるわけで、まあ、その、ね、歴史をあと作っていくだけなんじゃないかなと、iOST に限りはね、えー、思っております。ひつえーまあリップルはめ、リップルというのはめちゃめちゃ、えー、例えばね、えー、送金スピードだったり、そういうものは優れてるんだけれども、中央集権型といって、えー、一つの会社が、 えー、管理をしているというふうな状態にあるんで、ひとえー、ちょっとね、信頼性に欠けるとか、えー、そういったことを言われがちですよね、なんで中央集権型がそう言われるかというと、まあ、その会社の意図,意図で、えー、いろんなね、えー、もしかしたら悪い動きも、えー、その、えー、中央集権をしているそのリップ,リップル社というのの意向に従って、悪いことが起きる可能性もあるよね、みたいな。 その一社が何かをしようと思ったときにそれにすべて傾いてしまうということですね。IOST とかビットコインとかそういったイーサリアムなんかは分散型と言われていていろんなところにあるシステムが分散をしてシステムを構築しているのでめちゃめちゃ公平かつ安全にえ そういう送金だとかそういうことをすることができるよねというふうなことになってます。なので、まあ、リップル、イーサリアム、ビットコインのいいところ添えなんですよ。うん足りないのは歴史と信頼。将来性で言うと、今一番奥はあるんじゃないかと思ってます。はい、<coughs> という感じですね。はい でまあ、今後のね位置づけなんですけど、一応ねだ、えー、仮想通貨第1世代はビットコインですよね。第2世代っていうのがイーサリアムだったりリップルって言われてるんですよ。で、えー、第2世代のトップをはし走り続けているのはリップル、えー、イーサリアム。第1世代はビットコイン。第3世代がまあ、何になるのかって、えー、言った時にに、えー まあ第一候補として上がってくるのがこの IOST なんじゃないかなって言われてるわけですね。はい、で仮想通貨の第三世代、えー、他にね、えーまあ、例えばクアンタムだったり、えーまあ、最近、ね、上場した、えー、ガスコイン、えー、ガスコインじゃない、えー ガソリンだったっけあ,じあ、違ゃ違ゃ、エンジンコインね。えー、だったり。まあそういったのが、まあつらえー、来るんだけども、まあ僕はね、いろいろ見てる中では、えー、IOST が一番、えー、いいんじゃないかと思ってます。はい <coughs>。めちゃめちゃ期待されてるんじゃないかと思ってます。まあ結構ね、えー、こんなにね、歴史がない中で日本に上場したってことは、やっぱり、金日本の金融庁もそれだけ、えー、 まああの信頼性があると、技術面においても問題ないというふうに認められているからじゃないかなと思います。あの金融庁もやっぱりね、すぐには、えー、上場させないわけですよ。やっぱり今までの歴史だったり、そういうのも見たりすると思うんですけど、i o s t に限っては結構ね、歴史が少ない段階で上場させてるわけですね。これってやっぱりその他の補う部分で信頼性があるというふうな、まあ、 位置づけがね、されたからこそ上場されたんじゃないかなと思ってるので、えー、そういった意味でもまあ、信用性はあって、まあ、将来性もあるんじゃないかなって思ってます。はい <laughs> で、ま a、あ、エアドロップとかね、ままあ、その DeFi、まあえー、も,もうも、えー、やっております。でそういったものも含んでおります。はい <laughs> で、まあ、いろんなね、オンラインサービスで利用できる可能性を秘めていて、まあ、えー、SNS とか、オンラインショップとか、えー、そういったね、オンライン的なサービス上での、えー、普及っていうものが、まあ、結構ね、イーサリアムよりはこう広がっていくんじゃないかなと、うん、<coughs> いうふうに言われておりますので、えー、まあ、これね、 まあ、IOST のエコシステムの成長を促進していく意向を示していると言われています。で、これは20 2020年後半にそれをまあ、徐々にやっていくということで、まあ、この期待でね、今ドンって上がりましたけど、まあ、今買ってたら、もし、えー、このね、IOST というものが普及してきたときには、 あの頃に買っておけばよかったっていうぐらいの値段になるんじゃないかなと思ってます。少なくともリップルとか、えー、そのぐらいのね、えー、価格までは上がってくるんじゃないかって僕は思っております。はい。で、最高高値がね、15円だったかな、16円だったかな、まあ、そんぐらいだと,と思うんですけど、まあ、今現在 1. 何円とか。 そういうレベルですので、まずは最高高値のそこまでは間違いなくいつか来ると思ってます。はい。間違いなく来ると思ってます。なので、えー、今買っておくと、まあ、長期で見てたら、まあ、結構な爆撃が取れるんじゃないかと思っております。はい。 よっぽどなね、悲観的なニュースがない限り、あと、この i o s t がやらかさない限りは、まあもちろん絶対100%ではないんだけれども、まあ、順当にいけばですよ、順当に、えー、システムの開発とかして徐々に、えー、レベルアップしていけば、えー、15円とか17円ぐらいまでいくと思います。うん <laughs> で、いずれはリップルとかと同じ価格ぐらいまで、まあ、例えば30円とか40円ぐらいまでは行くんじゃないかと。で、第3世代を、仮想通貨の第3世代を引っ張る、えー、通貨として、えー、長ね上、上げられる通貨になるんじゃないかと思ってます。今のイーサリアムだったり、リップル、そしてビットコインみたいにね。 ということです。はい。だから今後の位置づけというのは、まあ、第三世代のトップを走る、えー、通貨。そして、イーサリアムだったりリップルを抜いて、えー、ビットコインにも挑戦するんじゃないかぐらいの、えー、まあ、有力候補だということですね。はい。まあ、ビットコインは手強い,手強いと思いますけど。ということで、えー、この、えー、動画がいいと思った方はいいねを押してください。 えー、登録、チャンネル登録もよろしくお願いします。以上です。